たいな。あれ不思議ですよね。だいたい5、6とかが多かったです。あいきなり五輪ここだけ五輪に、ここだけ五輪でどうしようかみたいな、どうしようってなって大木田中アスリートチャンネル、スポーツを愛する皆さん、こんにちは。田中大輝のアスリートチャンネルです。さあ今回はですね、ヤクルト OB のお二人にお越しいただきました。うん、元ヤクルトの高口智貴さんと鵜久森淳史さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。そして小庭さんもよろしくお願いします。お願いします。ヤクルトってどんなイメージですか、小庭さんは。いや、やっぱりちょっとこうホージーさんとかいたら、ホージーから来ますか、はい、いい先生ですね、ホージーとかブロスとか、ブロスちょっとなんか破天荒というか面白外国人の方がいて、ね、まあ、最近だとバレンティーもいますね。鵜久森さんと坂口さんのイメージはどうですか。いや、もちろんしてます。やっぱり坂口さんとかはやっぱり僕はもうヒットメーカーというイメージがやっぱりありましたね。うん、あ、ヒットメーカーですね。鵜久森さんもやっぱり もちろん甲子園からのやっぱりこうね、4番としてこう、ね、はい、こう日本ハムにどうやってこうフィットしていくかっていうのを苦しんでるところを僕は見たりとかしたんで、はい、うわ、プロって大変だなって。あ、なるほど、ね、僕の印象言っていいですか。はい、まあ、フジテレビ時代から中継でお世話になってましたけれども、はいはい、グッチは痩せました。鵜久森くんは倍ぐらいあ、もう体型のイメージが。すごいいいもの食べてます。いや、もう今の方が多分だけどっと今会社員になってますよね。そうですよね。会社員鵜久森はどうですか、グッチ的には。いや、ほんまにちょっと大きなった会うたび会うたびに試合とか来てくれたりしてたんですけど、ええ、またでかなった。ちょっと野球より安定感。ぶっちゃけ何キロどうですか。当時が93から93もあったんですか。あったんですけど、はい、今ちょうど大台です。あ、100 今 0.1 個表現ね、表現ね。営業とかお付き合いとか会社が多いですか。あ、もちろんそれはありますけど、うん、はい。まあでも動かな、あんまり動いてないですからね。あ、はい、ちゃんと頭を動かしてます。頭を動かしてるんですね。グッチはもう、僕はもう、可能性もないですね。はい、もうなんか野球ばっかり見させてもらってます。はい、まあ、さっきね、あの打ち合わせ中に話してたのは、まあ、今回の甲子園で一番目立ったのは何かっていうと、うんうん、頭髪問題、はい、これが一番大きいキーワードでしたね。はいはい、そうですね。どう思います、森さん。え、丸坊主でした。丸坊主でちょっとタオル引っかかるぐらいだ。あ、わかる。もう大会前、いわゆる五輪のバリカンの。そうですね。そうですね。そのままでいくやつですね。かぶせなし。かぶせなし。神戸国際はどうでした。坊主です。大会前は絶対五輪。はい。大会前以外は何ミリですか。は、9ミリまでですかね。歯があるまで、はいはいはい、マックスのね。そうです。かぶせてるの。でも9ミリとかだとすぐ伸びるじゃないですか、はい、だからだいたい5、6とかが多かったです。5、6、はい、あ、9だと長いって言われたりするんですか。な、言います。だから2年生からかな。2年生からは3年9 OK。 これ誰かが測るんですよ。坂口、お前もう、ね、これ長いだろ。長いこと坊主ばっかり見てると分かるんですよ。はい、9。サイビも長いと言われますか。長いと言われはしないですけど、僕らは逆にもともと女子校だったじゃないですか、サイビ校って。だから五輪最初やったことあるんですけど、途中で禁止になったんですよ。女性とか怖がるってなる。ああ、軍隊、軍国主義じゃないと。はい、それまではもう五輪、五輪とかしてましたけど。めちゃくちゃ青いですか。これぐらい、これぐらいですか。そうです、本当にこれぐらい。めちゃ、これ熱いやろ。熱いっす。熱い、熱いんですよ。そのままで、じわっと熱いです。嫌なに来ますもんね。帽子とかもカッてなるしね。今だったら危ないっすね。危ないよ。めっちゃ青春時代の丸刈りってこんな髪黒いのに、はい、五輪にした瞬間、ノリみたいな。あれ不思議ですよね。マジカツオってあんな色なんだっていうのを確かに、ね、分かりますよね。僕はたまたま、まあ、小中高大全部頭髪自由だった。あ、そうですか。たまたま。で、何が起きるかというと、甲子園の夏の大会前に逆にみんなで丸刈りして意思統一しましょうってあるんですよ。これ広陵高校もそうで、広陵は、はい、広島これ別に丸刈りやれって言ってないんですよ。自由だったんですか。自分たちが広陵の伝統を守りたいから丸刈りしたいですってキャプテンたちが毎年言いに来るそうですね。へぇー、かっこいい。僕らもじゃあよし、今年俺ら優勝候補上がってるから気合入れようと思って、
初めてバリカンを使って何が起こるかというとこのキャップのカバーの耳を知らないから、はい、いきなりゴリンここだけゴリンにここだけゴリンでどうしようだみたいなどうしようってなってで結局もう一回ゴリンしようみたいなそういうね、やっぱりテクがあるんですよ。そうか。丸刈りにはね、やっぱりいろんなストーリーがある。ありますね。それ犠牲になっちゃった方がいるってことですよね。そうそうそう自分でやると逆にミスるっていう。自分でやってました。もう慣れるともう一人で。慣れるとやるね。ここはね、鏡見ながら。どうでした？あ、僕ももう自分ですね。やっぱそうなの。慣れるとやっぱ。そうです。常連はすごいですね。ただ素人やるミスる。これ難しいから。結構むずくない？むずいです。素人か。こう、ほんとなんかね、コツがいるんですよ。後ろから行ったら後ろから行って、ここだけゴリに気づいたら、ここだけ駐車場みたいなんだよね。ここだけ駐車場みたいなんだよね。確かに確かに。そう確かに。で、まあ、今回はね、慶応高校の森林監督が丸刈りの話をして、はい、すごくニュースになりましたね。うんうん、結構見ますもんね。相当ニュース上がってます、うん、はい。あれ見て、坂口さんどう思いますか？なんか今社会問題みたいになってるからあんまなんか言いづらいんですけど、まあ嫌な人はしなくていいと思うし、したい人はすればいいと思う。そこはもう自由じゃないですか。で、その伸ばしたからどうのこうの、坊主やからどうのこうのっていうのはもうなしにして、もうそれが普通になればいいなと。1チームでも坊主の人もいれば長い人もいてもいいんじゃないかっていう。だからやりたいようにしてあげればいいの。これが6ミリです。じゃあ 0. 何ミリの5人の意見を教えてもらってもいいですか？いや、まあ、僕らの当時とはやっぱこう時代の変化もあるんで、はい、それはまあ今の時代っていうところで考えるといいのかなっていうのは僕が、うん、はい、思うところなんで、ちょっとここは真面目回答で。いやいや、さすが。当時は正直髪の毛伸ばしたいとか思ってました？いや、僕はもう普通やったんで、はい、もう野球部行きました、もう坊主、そこについて何年も思ったことないですね。それが普通ですね。はい、それが違和感の鵜久森君もそうですか？僕もそうですね。あとなんかちょっと眉毛も一緒に合わせる。ああ、分かる。ここでしかない。いずれそこになって最後眉毛ここになるから。ここでこうみんなワックスとかパーマできひんからここになってくるね。そう、物質にピンセット置いてある。一つ抜くの。堀田さんはどうですか？高校野球を経験してない人間からするとどうですか？頭髪ですごくニュースになってる。漫画でめちゃくちゃ面白かったのが甲子園行こうっていう漫画があって、あの要は、バカと誰は東大に行けってあの水戸先生が書いたあの漫画で、甲子園には魔物がいるんだけど、その魔物を味方につけるためには観客を味方につけなきゃいけない。で、甲子園を見に来てるおっちゃんたちっていうのはやっぱり坊主で眉毛が整ってなくて、なんかこう熱い中、俺たちここまで頑張ってやってきました、そんな俺たちを見てください、ここは発表会の場なんですっていう石橋貴明になってますよ。入っちゃった。入っちゃうと帝京高校の石橋さんがやっぱりね降りてきましたね。っていう、なんかそういうのを方程式として出してる本があったらしくて、なんかそういう逆に見られ方をやっぱりしてるのかなとかっていうのはお二人から感じてた、お客さんから。なんか坊主じゃないところと対戦したときに、なんとなく自分たちの方にやっぱりちょっとお客さんの熱がちょっと味方になってくる。特にほら、最後なんかとにかく上がっていくと、そうですね、進行勢力だとなおさらなんかそういう味方につけていくのかってなんか感じたりしたのか、どうでした、鵜久森さんとかその辺とか、まあ、観客の空気、空気は変わっていきますよね。やっぱそうですね。全然違います。はい、決勝はもう異次元ですね。異次元、もう本当相手の高校が、あ、まあ済美がまず、応援側で全体的な空気が、次、まあ、僕らの苫小牧だったので、全員が苫小牧になる。ちょっとその話が次の回だったすげーな。めちゃくちゃ聞きたい話だって、うん、ね、北海道の駒大苫小牧と済美でやるっていうのはもう、ね、かじついて見てました。で、ちょっとそれ次の回で、うん、はい、いや、あの頭髪はグッチをさっき、ね、言ったんですけど、はい、すごいニュースになってますよね、はい、って言うんですけど、野球やってた人間で高校野球経験者からすると別にそんな問題するまでないよなって、そうそう、正直みんな思ってますよね、はい、もう今の時代に合わせて自由にやったらいいんじゃないかっていうぐらいだったんです。こんなの取り上げる必要ないんじゃないのって思うのは野球やってた野球人だけで、はい、あれ一般の人がすごく興味を持つ。あ、なるほど。だってほとんどの人が、ね、多分ですよ、丸刈り経験してないですから、
あ、まあ確かに野球やってるの経験しますけど、うんうん、丸刈りやったことありますか。一回だけバスケットの時に、バスケ部で、あの修学旅行で女の子の部屋行っちゃって、それでやらされましたけど、やらされましたけど、はい、昔は何かやらかしを、バツとして、もう軍隊から来てるから、でもやっぱりあれは一般の人興味あるんですね。挑発問題ですね。挑発はもう挑発の方がいいよね、高校野球で言ってるのが、ああよかったねとかってなってるんですね、うんうん、選手がなんかかわいそくないですか、うんうん、あんだけこう周りが騒いじゃったら、うんうん、まあ、俺ら坊主やわとか、うん、俺ら伸ばしてるわとかなっちゃうんで、あ、 あんまりこう周りが言いすぎると選手がなんかやりづらいくないかなって感じがするんですけど、うんうん、そうですよね、うん、だからこう選手たちが好んで自分たちで判断してやってるっていう部が増えるといいですよね。そうです、そうです、それであれば OK です、そうそうそう、はい、全然 OK です。戦闘態勢に入るっていう、そうです、うん、でなくてお前ら丸刈りやって丸刈りやらせて丸刈りでいつまで頑張ってやってるんだから挑発の学校に負けんなよっていう指導者は違うんですね。違うんですね。こういう話されますもん、お前らあんな硬いのとかってリンスカムみたいなリンスカムみたいな挑発がいる高校に負けんじゃねえみたいな今どう、愛媛とかどうですか。愛媛とか髪長いとか増えてますか。サイでもあれですからね、うん、はい、うん、の子もいて、うん、いいっていう。どこまで伸ばしていい？ビンスカムぐらいじゃないですか。まあまあ長い。まあまあ長い。ビンスカム結構相当長い。結構長い。相当出てますからね。ジャイアンツ帽子から。プロ野球でも長い人たち増えてるじゃないですか。増えてる。増えてますね。確かにね。じゃあそのまあ、これぐらい。あ、そうか。坂口さんも、ね、長かったんですよ。そう。確かに。だから今のダルビッシュさんの髪型とかさ、ね、どう思うのかとかね。どこが高校生らしいのかとかっていう問題にもなってこないですか、ね、だからプレーをしていて妨げにならないで高校生らしいっていうところにおいてはちゃんとそこは自分で判断しなさいとは慶応高校の森林さんも言ってますよね。邪魔になるんですかね、そもそも頭髪って。僕なんなかったですかね。だからそもそも帽子をかぶってるそういうことですね。そうそうそう、帽子かぶってかぶるんで、まとめますからね。そうそうそう、ね、だからね、頭髪はずっと喋れるんですよ。これ1本目で。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セロビル。